イザヤの長蔵コンゴーニャス内市、コンゴーニャスドカンポは、ブラジルのミナスジェライス州にある歴史的な町である。ミナスジェライス州の州都ベルオリゾンテからは南に90キロメートルのところにある。人口は約5万人である。この町は、ボンジェ・ズス・デマトジーニョス聖堂という、バシリカ式教会堂と、それに関連する彫刻群で知られている。 この聖堂は18世紀のポルトガル人の金鉱採掘士フェリシアーノ・メンデスの依頼で建てられたものである。この聖堂の特筆すべき主要な彫刻群はブラジルのミケランジェロの異名を取った世界屈指のバロック様式の芸術家アレージャディーニョの手になるものである。聖堂のファザード前の石段には石鹸石に彫られた旧約聖書の預言者たちの像が体並んでおり、これは アレージャディーニョの最高傑作の一つに数えられている。傑出した芸術的価値を持つ聖堂とその周りは、1985年に、ボンジェズスド・コンゴーニャスの聖域内し、コンゴーニャスにおけるボンジェズスの聖域の名で、ユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。聖域内の礼拝堂。 ありがとうございます。